ったりしてる人いますね、たまに。それでロ、うわ、クソコだ。いや、でも早めに引けたので。ガミノルマ。確かに。もう仕方ないからね、これは。で、やらなきゃいけない。ログボみたいなもんよ、もう。もう一言も誰も喋んないで、ここ走ることになってもガミさん選ぶのかな。もちろん。関係ない。信念がね。基本的に自分が走りたいコース選んでますからね、ちゃんと。このコース何がいいんですか？実力出るんだよね。単純作業が好きなんですよね。好きそうな魅力が。同じ作業を7周するっていう。面白くない。だいぶ違いますよ、マジで。いや、でも。浅いですね。浅いんだ。アイテムの使うタイミングとか全然違うよ。TA が好きなんだ。うわぁ神神神うわぁ、高橋さん、やったぁ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 、ポンゾは1か1か12かじゃねえか、すぐ横にいたのにポンゾ、前回も落ちてる。やだ、やだ、やだ、上下差がすごいな。やだ、やだ、やだ、やだ。全員に抜かれた、最後。ポポポポ。神さん、早かったな。ピンやってるから、やってんやろな。無駄な時間過ごしたもんな。緑がな。反省会まであるんだ。反省会してるもんな。いや、伊豆さん、実際トルネードってあんま使われてないの、もう今。あんま使われてないんですけど、なんか、うん、正直そこまでなんか上手い人じゃないとトルネード使った方が強いっすね、ガチで。あ、そうなんだ。なんか難しい。俺トルネードの方が調子いいっすよ。たらソラマメとかパタテンテン乗る方が。速度が早いからね。そうなんですね。速度がめちゃくちゃ速いから。なるほどね。その回復帰が遅くなる？まあ言うて七子さんレベルやったら多分気にならないです。おー。いい意味でですよ、それはもちろん。うん。うん、そうそう。今の発言にいい意味でってどうやって捉えられる？全然考えたけど分かんない。つけときゃいいと思ってるだろう。どこをどう考えたらいい意味で？いやでもね、やっぱこういうクソ煽りをね、ちゃんと受け止めて。自分に合ったカスタムを選ぶのが大事だと俺は本当に思ってるからね。煽りだと思ってないでしょ、もう今。ロゼッタがダメです。あ、ロゼッタダメなの？大前提が。あ、そうなんだ。いや、なんかロゼッタトルネードなのかと思った。ロゼッタ乗せるぐらいだったら七子さんの方がまだ強いです。あ、そうなんだ。え、じゃあ何？ヨッシーの方が向いてんの？ヨッシーとかそのあたりですね、強いのマジで。ヨッシー最強だもんね、最強。今ヨッシーが一番強いね。やばい。うわー